カバインはカバの根に含まれる主要なカバラクトンである。カバインは鎮形性作用を持ち、電位依存性ナトリウムチャネル及びカルシウムチャネルとの相互作用を通して血管の平な目筋の収縮強度を弱める。この効果がどのように仲介されるか、またこの機構がどの程度カバラクトンの持つ抗不安薬や鎮痛剤としての効果に寄与しているかについては分かっていない。 カバインの薬理的作用については、まだ十分に研究されておらず、セロトニンの再取り込みの阻害剤、モノアミンの取り込み阻害剤としての作用のいずれも、確認されておらず、ナムダガタグルタミン酸受容体の活性化も、確認されていない。カバインや関連カバラクトンが抗精神薬、鎮静薬、抗不安薬として働く機構については、現在でも議論がある。 ガバー受容体のベンゾジアゼピン、フルマゼニル結合部位への直接結合は、カバインの光学異生体では起こらない。多くの研究は、植物の別の部位からのカバ抽出物について行われており、カバインそのものには適用できない。2016年、カバインは α4β2 デルタ型のガバー受容体に結合し、ガバの有効性を高めることが報告された。 イオンの流出乳に影響を与える、一般的な抗転換薬、気分は安定薬と、カバインとのインビボ研究比較レビューにより、カバピロン類は、NA に対する弱いアンタゴニストとして採用し、抗転換薬の効果を示すことが示された。また、L マイナス型のカルシウムチャンネルのアンタゴニストでもあると、言われており、初期の系の流出の性の調節因子として働き、 ラモトリギンと似た気分は安定薬の作用を示す。カバインとそのアナログは、P 等タンパク質、シトクロム P450、シクローキシュゲナーゼ等の細胞標的に対する創薬において関心を持たれている。ありがとうございます。